見る人も見られる人も幸せに、医療と福祉のサービス施設。では皆さん、おはようございます。こんにちは。今日は職員の皆さん、通勤あるいは通所リハビリテーションで送迎時、車の運転ですね、していただいていると思います。車の運転、ゼブラストップ運動について、今回は施設の安全運転管理者としまして、皆さんに何点かお願いをしていければと思いますので、ゼブラストップ運動についてご説明ご紹介とっていきたいと思います。それではレジュメに移りたいと思います。ゼブラストップ運動、令和2年8月1日から令和2年11月30日までの間、ゼブラストップ運動が実施されています。ゼブラストップ運動の目的は、横断歩道等における歩行者等の優先義務を運転者に対し周知徹底し、横断歩道上における歩行者等の保護を強化することを目的に実施するものです。横断歩道の和製語であるゼブラゾーンのゼブラにかけて、前方ブレーキ、ライトをドライバーに意識させ、横断歩道手前での確実なストップ、一時停止を徹底することにより、交通事故をストップさせることを狙いとした県民運動です。実施内容としましては、ゼブラストップ運動の概要として、1番、前方をよく見て運転、横断歩道に十分注意。2、ブレーキ、横断歩道の手前ではブレーキ操作で安全確認。3、ライト、横断歩道でもライトで交通事故防止。4、ストップ、横断する歩行者がいたら必ず一時停止といった内容です。内容については以上です。施設、皆さん出勤時、または施設サービス提供送迎時、車の運転、またはプライベート時、お買い物とか移動手段で車とっても便利ですけれども、以上のことですね。ゼブラストップ運動ということを、今周知活動についてですね、徹底ということで、今日は安全運転管理者として皆さんにご連絡、協力、ご理解ということの情報共有動画となっております。以上です。おしまい。